ウチャーブルホスですということで、いきなり死にかけてるんでね、あのお仕置きのライフルをぶちかまされそうになっている状態なんですけれども、今回もね、弟と実況やっていきたいというふうに思います。実況に関してはですね、弟と仲睦まじくね、あのゲームやっているかのように見えてですね、あの弟がね、あの声がその収録に入らないからっていうことをいいことにですね、あの散々ですね、僕のことを罵りまくっているという、そんなゲーム動画なんですけどもね、そんなのでもよかったら、ぜひチャンネル登録してください。そこそ笑うな。はい。はい。まあそうですね、そうですね、あの、自分の声が入ってないということを分かった瞬間にですね、あの喋ることを放棄して、一人で兄貴にペラペラ喋らせるというですね、鬼畜の所業なのよ。なのになんかね、あの前回パートとかさ、あのくるくる回す扉とかはさ、そういう力仕事はお前クリスだからいいだろっつってなんかね、プリプリにやらされる。はい、分かった、行く行く。あ、そっか、ここでもライフルあった方が楽なんかな。アイテムも銃バコバコ撃ってくるから。楽かな。って言ってライフルが手に入った。とりあえず。はいはいはい。怒らんと。行きますね。ということで、じゃあまずはライフルでよろしく。どうでも、ものすごいところ撃ってるなと。下じゃない。あれ、手ないんよな。鳥にこっち見てると思う。じゃあ、笑っていただきましょう。はいはいはい。そのために私がいる。あなたは私が守るんですよと。へい、こいつは私がやりましょう。僕のやつをよろしくと思ったら、6年と死んでたわ。元気に死んでるわ。え、奥から。あ、オッケー、あ。よいしょ。へい、センキューソーマッチ。どうした？これはあなたかも。でもいいんだけどな。エリューダン。多分さ、あまりね、あれなんだよね、 あえて間違った言葉の使い方とかをするとさ、すげえバカにされんだよ、エリューダン。いったってうっせん。ごめんって。まあ、弟にですね、あえて間違いの全然思んないでってちょっと言われてしまったんで、だからちゃんと手榴弾って。痛いです。こっちこっちやぞ。あれ、出て。なるほどな。あえて言い間違えるっていうのは全然面白くないと。それはちょっとあれやな、目から鱗というか反省というか、ちゃんとしないと。今の時代あれやもん、すぐ SNS でさ、匿名希望でさ、自分の顔も名前も出さずにさ、あの陰でこそこそさ、あの狭い部屋であのぐる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 言ってくる、こうあの社会的弱者。先行手榴弾でなぜかボコボコにされます。弟っちはさ、別にさ、まあ顔出しはとか名前は別に出してるわけじゃないけどさ、まあこうやって、ね、肉声で喋ってるわけじゃない。まあ今収録に入ってへんから。え、ボイス、いや、それは自分で用意してくださいよ。私が持ってるわけないやん。イエス、寝とけってんで、バーロっていい、この、血まみれうんち。あの血便っていう。アイテム何も落とさないから、もう、よし。これなんかもうちょっとあれなんか、いける方、ええか。これ決まってんな。あ、そうか、このムービーシーンが入るからか。あれ？違うな。なんか拾われてる。あ、ショッカー。ちょっと全部持ってかれてる。Thank you。あー、ここか。近い。
顔、お顔ぼっちり。あって、なんでそうなるだす。Thank you。おむねど、おむねどくんタイム。ね、待ってね、今は怖いな、今は危険やな。おむねドッキリ。よいしょ。あな、隙間を埋まないようにってやつやな。よし、もう一回頼んだ。あれ、俺帰る、ああ、あったあった。あ、もう一回ぶちのめしときました。チンチンアタック、チンチンアタック。金玉、三つ目の金玉を生み出そうと思ったんだけど。さすがに体力高くなってきてる。OK、Thank you so much。いいね。起き上がってくるない。いいね、いいね、いいね。でっか、こいつでっか。90ありそうやん。ああ、しょっかまね。はい。何度だ。そうなんよな。人生つらいよね。楽しいよね。ありがとう。なんかまるであの、あたかもこう弟が何かを喋ってたのを、俺が拾って反応したかのように見せて、ただの独り言っていうね。そうそう、あの何の話もしてない。急になんか一人でベラ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 言い始めてるだけの話。であのアルバ楽しいスキップ、小島さん。ロサンゼルスシンドローム。また一杯やってる。すごい。あっ。な。あ、でも普通にこう、見ている人からしたらさ、俺らが何やってるかとか全然分かれへんかもしれへんけど、俺は弟とゲームできるっていうことがもう幸せよ。眠いけど、このチャプター終わる頃には多分夜中の2時過ぎてるやん。どうしよっか、こここちら、ここはもう緑の中を走り抜けていく、真っ赤なひょっと凍っていく、立ってられへんよ。あん、にむがっつり戦う気満々やった。おう、おう、警戒されてんの。あ、うい。で走ってこいや。全然画面に出てこへんのあなた。よし、オッケー、オッケー。まず第一関門突破。はい、近おお、すごい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 ことになってる、すごいことになってる。上に思いっきりガリガリでこう突っ込んできてるやつ、これ、おお、引っかかってる。左右に分かれ、危ねえ。パパカット、ここが見せ場だと思うじゃん。そんなことはないんですよね。はい、ジュインジュイン。クリス超邪魔。さて、じゃあ、クリスマスプレゼントはね、あの、ちょっといいマイクが欲しいっす。トロバックさん。ありがとう。お年玉でもいいよ。でやね、じゃあ、俺に、娘には、何やったっけ、なんかあの、電車かなんかの本をあげる。徹子なんだよね、うちの子ね。どうした？
お今あれや黒柳を浮かべたやろ今頭に完全あと思ったわ。ユバーバじゃなくて鉄を頼む。さっき与えといてよかった。よいしょっとストレートパンツ知らねえ。すげえなこいつ。頭吹っ飛ばしたらやっと死んだ。あー下半身カチカチよか燃えて終わり。で、あいつもああサンキュー。こっちで、あ、ライフル、あとで、で弟くんにあげよう。マシンガンとかも、おー、なんだ？あー、そういう根強い男子っているよね。いう根強い男子いないと思うんだよ。ね、正しくはないよね。知らねえ。顔だけ覗かせて撃つみたいな。ああ。大胆畜生。管理。音楽っていうか音が全く聞こえてないからさ。痛いはは。ああなんだあなたがダメージ食らわへんからおかしいなと。例えばあれやフレンドリーファイヤーオンや。しゃーおハーブが入る。鳥の中を抜けてくうまくなる。何声が全く聞こえへん。あんねん。というか、俺に。大丈夫？痛そうや。はい、つい。痛いな、もう。お尻の穴が割れちゃうでしょ。穴三つはやばいな。二つでもやばいのにさ、三つはエグすぎるやろ。あ、広いね。もう待ってたで。足だけに行った。あっち何ぼ。いいすんの。出てね。あ、仕方。一応俺やね。しかもあれ爆発物陳列剤食らってんの立ってんぞ普通に。どうなってんの。ほとんど当たってんねん俺。して、あ、当たった。待って、こいつ完全防備やん。やばい、このまま持ってかれる。あれ、この後あれ？ベッソー。あ、いいね。どうぞ。
上出てきたよね、来るよね。いい。あ、飛ばしてくる。Thank you。大爆発で。ああ。自分が死んだことに気づかないで、そうか、それさっきあれか、トロ箱がやられたやつか。死んだことに気づかないまま、爆発物だけ、あ、銃だけ乱射されたり、成長し。おー、ちょっと待って、いっぱい来たー。まだ来るんや。え、終わりやろ。音楽やんだ、ありがとう。音楽がやんだことすら聞こえてない状況やから。収録はこれどうなってんやろな。他のゲーム実況とか撮るとか結構大変よな。どうなの。水の神殿がやるのが怖くてな。いいだ。このマシンガン好きない。あ、持ってかれへん。あなたもパンパンやん。組み合わせたらなくなるけど。あれ？ごめん。もったいない。もう俺あと一発撃ちたかったって。無理やった。はい、や。どうしようかな。とりあえず。当たり判定なかった。一つあんの。しっかり全部持ってってが。動かないよ。あれ動かないみたいなのなかった。変な。あ、そうなの。そういうことか、そういうことか。はいはい。はい、マシンガン。ああ。ロスス、あれ、話題は。ブロボロ。でも爆発させてよかった。盗まれた？あー、これでまた弾がいっぱい埋まった。まあでももうレッドハーブだけ持ってってもしゃあないしな。じゃあ行くか。串刺しにならないのだけ注意してくださいね。交通事故にご用心。あれ？アイテム整理した。ああ、そういうことか。クリーンハーブがそもそも今拾える環境じゃないですよ。強くいた跡がある。うげえ。おい。来るか。これにそっち行ってんの。あ、こっちに来たわ。いい。あ、無理。やばい。ガス噴射オタク。あぶり。ぶり。今です。今、あれ？これに再生してくんだよな。あれ？このかまどうまーちょっと待って、嘘やん、お前。腕なかったやん、今。生えてきた。まあ、そういうこともあるよ。違うんで。こんなにいらんなもんな。まあ、でも、弾は使うか。まあ、いいや。普通に。購入ってなんかニューなってるけど、何がここに、ああ、マシンガンか。あ、これも開いてる状態か。喋ることを放棄してる、弟が。何？どうした？ほんま？つもりじゃなかった。それを放棄してると言うんだよ。もうええかっていうこと、心がもう放棄してるんですよ。おいで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 、パンダ
あー、ついにパンダそっち行っちゃった。意外と復帰が早いんだよな、こいつな。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。え、で、うっす。それクラウンや。それは知らなんだ。上がれ、ガンダム。すごいね。ヘイヘイヘイ。結構美味しいよね、こいつね。なんで切られたかちょっとよく分からない。あ、今回復アイテムなかったっけ。あ、そっか、今使ったからか。記憶喪失、甚だし。凝ってた。なんか言うて。あ、なんか筋肉が出れんしてる。そういうこともあるよね。いい。でもあれやな、なんかこれまでからなんか40分とかだったチャッターに比べたら今まだ20分過ぎやからマシかもしれん。止めるスイッチなかったか。あ、来たからいい。あーって来たねー。向こうのちゃんだ。今もう有給消化中なんだっけ。こぼしたな。お水をがっつりこぼしたな。動揺したん、うんうん、こぼしてるやん。あー、じゃああれやな、飲み干してたからセーフやけど実際はこぼしたな。これ どういうこと。なんかすごい器用な破壊の仕方したな今。器用だったな今。一個ずつ持った方がいいか。さあ、いっか。まあ、有給消化中なそうな。結局、有給消化できへんの。これあれやろ、どうせやめるって分かっ、やめるって分かってるから、そうさせてんやろ。答えろよ。辞める人間がさ、こう残る人たちの仕事なんか知ったこっちゃないってほんま話やから。うん。やめやめよ。お。でも休んでしまったらええやん、もう。それで放棄してさ、うんぬんかんぬんでさ、ボコボコに言われようがなんだろうがさ、もう知らないっすよ。そう、もうあの郵送に、ヤマトで送って、もうあとは知りませんって言って、でも100払いやで、そんな当たり前やけど。うちの会社とか前の会社で、なんかここまでかでもなんかいろいろウニュウニュ入ってくる。前の会社さ、営業利益がなんか年間で 20% 超えたらその余剰分をあの社員に還元するっていう仕組みがあったな。例えば 21% で、あの仮に、まあ、1000万余剰利益が出たらそれを社員に全体で還元する。1000万なんてことはないんや。もっと多いんやけど。俺が辞めるのが、まあ、12月31日まで、勤務しとった。勤務というか、あの一応所属やって、12月15日が最終出社日やったとか、辞める人間やからとか、12月の最終出社日にみんなにその100何万とか200何万とかそのボーナスが振り込まれるの俺ゼロやった。
そういう余剰ボーナス、一応ボーナスって法律決まってないらしくて、上げても上げんでもどっちでもええでみたいな感じなんやけど、上げる場合、しかもその定期ボーナスじゃなくて、そういうなんか利益還元とか、その不定期の、あの上げる予定なかったけど、そういうなんか会社の取り組みで上げる場合って、なんかいついつまでにっていうのは特にないけど、社員にこれだけ上げますみたいなお金を事前に告知しとかなあかんねんて、その対象の社員に。例えば、じゃあ、あのブルーホースにはじゃあ150万円支給しますとかっていうのを、とかなあかんねんけど、その前年にはもらっとったけど、そもそもそれをもらう方が会社としてアウトで、あげとかないと、なんか、なんだっけな、あの、意識かなんかの、罰金が課される。しかも、そういうボーナスを上げる場合って、あの、二つの意味でボーナス上げますよっていう取り決めに一応なってるらしいのが、一つが、その利益に貢献してくれたからあなたこれだけあげますよみたいな、そういうボーナス、もう一つがそのあなたにこれだけ期待していますっていう期待値に対するボーナス。だから期待値に対するボーナスはさ、俺も辞めるからさ、あなたに期待はないですっていうのでゼロっていうのは分かるやん。利益貢献はしてるわけやんか、1年それがないから、そっちの方までゼロにするっていうのは、まあ法上アウトだよねって言って、まあもともとなんかよく経営のことも知らないで、たまたまサブスクがうまくいっただけの経営者なんだから。逆に言うと、その、ある意味もらわなくてよかったなと思った。今の会社で、こう、もらわなかった時の給与からすると、ポコッとこう、結構、まあ、金額が上がるっていうのと、あの、保育園料とかさ、娘ちゃんの保育園料がさ、所得税だったか住民税だったか、住民税だったかな、納めてるその年額の年の税金で決まるのよ、その額が。俺も投げてる。年の税金額で決まるから、その辞めた年の税金額が少なくなってくれるおかげで、まあ今年払ってる税金額が少なくなってくれるおかげで大丈夫、まあ、保育料がなんか、この9月、8月9月かに、なんか一気に3万くらい月額で安くなって。だったら、まあ、あの3歳から、保育料が振り向いたら奴がいた。びっくりした。これ届いてる。いって、なんでやねん、おかしいべや。おっぱいタッチしていいですか？バイバイ。バイバイ。逃げるやん、宮崎駿。行って、宮崎駿、こんななんか燃やされてんのに抵抗してきたっけ。やばい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 。なんか宮崎駿、こう近くで見たらでっかいなぁ。おしょうがやな。行って、あれこんななんか、あれやったっけか。ほい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 。ゲーたち。焼夷弾手に入ってる。こっちの爆発物陳列台に誘導するか。あっ、保育園は3歳から払わなくていい。さ、残りあと11123か12万か。一物してやる。持ちいいだろ。強い武器持ってないんだよ。お、いいねいいねいいね。燃やして燃やして、さあ出ておいで、さあ出ておいで。全然ゴリッゴリに無視してこっち来てるわ。大丈夫、ごめん。またタオパイパイするからちょっと待って。タオパイパイ。おっと子主になってんだよこれ。おっこと主か。おっこと主になっちゃってる。めっちゃ食らうやん、これ。ここ出てきてる？出てきてる？一物出てきてる？これ。出てきてないような。あれ？出てきた。なんなら、し、し、
千葉をゴリッゴリに巻き込んでんだよね。そう、あのね、思いっきり後頭部にぶち込みまくってんだよ。おーおーおお、こんな近くに現れてくるのか。わあ、これあれ持ってきてよかったな。おお、ちょっと待って、ちょっと危ない危ない。欲しいね。焼夷弾結構食らうの。ラスト焼夷弾みたいな。Give me a chance。最後に見たいんだ、いんだ後ろにいたんだよね。またラスト回復力。回復力じゃねえ。回復やった。めっちゃ煽ってくる。こんなところにちょっともある。帰っていくやん。何かを刺した。おおお。こんな実験施設、勝手に破壊して許されるのか、お前。人間に戻ったって終わりやろ。戻られ。あれ、こんな体力高かったっけ。はいか。え、だから、先っちょをツンツンしたら、梨汁ブッシャーってやらして終わりやろ。いい。え？どこ行った？ああ、目の前。よーし、お帰りーす。出なかった。じゃあ、燃やすんで、よろしくっす。待ってや、もう、めんどくせえなー。おら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 。おいおいおい、ちょんちょん、出てきた瞬間。出てきた瞬間に、痛いです。え？まさかのあなたでしたか？なんで急に動かなくなったんやろうと思ったら。どういうこと？じゃあ、もう、ゴリッゴリに持っていこう。うん。チン。とかはそんなに。うん。あ、はいはい、ごめん。準備早い。準備早いでございます。あ、早い。決まるのは早い。よっしゃー、リベンジマッチですね。いやー、サクッと割れる、サクッと割れるかなーと思ったらさ、結局、10分超えてんだよ。この1物をだから3つとも破壊したら終わりなんじゃないですか？ 1 個分が早すぎんのよなー。こんなあれやですぐ萎えるチンチンやったら女の子喜ばされへん。エクスパートな。さあ、エロいこと言うたんびにさ、ガチで泣いた声出すのやめて。もういい大人なんやからさ、ついてこいよ。しかも夜中の2時やで。わあ、ちょっと待って待ってって。そりゃそうやろ。男って言ったらもうあれやろ、チンチンで物事考えな。燃やしても出てこへんかったっけ、こいつ。全然、全然一物が出てこない。いや、だから、ちゃ、こいつも燃えてんねんって。宮崎駿も燃えてんねんって。全然出せへんやん、こいつ。ファンは宮崎駿を強すぎる。アンダーソン君、アンダーソン君やるか。アンダーソン、アンダーソン、アンダーソン。ライフルで撃てる？下に。むずくない？難易度高い。ここです。どんくらいやった？体力が高くないのか、どうなの。いい、もう難易度全部使い切りました。あとはこの爆発で飛んできてるよ。いいね、ナイスよ、キュップリー。前前どうぞ。あー、溶けてった。足元に生えてきた。宮崎駿は足元に入る。こんなところに救急スプレーってあったっけ。知らんかった。
あ、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。あ、取れてる、取れてる。わあ、ちょっと待って、ごめん。表に、表に帰ってきてください。裏に回って、あれ？あれ？はい？そう。あー、そういうことか。そういうことか、胸キュンタイムはダメなのね。ほんで、お前も帰る。やっぱこうなってくるよな。こうなってくるよな。どうしよっかな。もうでも普通に戦うしかないよな。焼夷弾って帰るんかな。焼夷弾、あった。焼夷弾買って。あ。よし。さあ。お待たせしました。ご視聴者の皆様。リベンジタイムです。3度目の正直でやっていきましょう。同じ敵に3回以上やられるのはもうダメです。だけど前より手がわそうよ。そうなんです。エゴワインです。Cゾーンなんです。もう、ごめん。いや。早すぎ。早すぎ。回復アイテム俺を持たずに戦ってたよな、さっきまで。おぉ。ぐいぐい来るー。巻き込んでいただいて、巻き込んでいただいて、ガス。ガスパス爆発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 。早いか。まだガスか。ほら、燃えろってんだよ。だろ、いいね。いいね。一物出していくこと。ほい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 。ピーン。あ、はい、ごめん。あれ燃えてない。ほい。出して出して出して。いっぱい出していいのよ。いっぱい出しちゃって。もう一丁出しちゃって。そうそう、いっぱい出す、いっぱい出す。いっぱい出して、いっぱい出して。いっぱい食べて、いっぱい喋れるのばなら、ラストショーダウン。えい。え？ほい、ほい。いいね、いいね、いいね、いっぱい出しちゃって。ビクンビクンしてるやろ。もう行っちゃう寸前やから。オッケー、いいね、いいね、いいね。あれ？よくないね。あ、沈んでやったわ。ビクンビクンしてたね。あ、一発？渡せない。渡せないのかな？あ、めっちゃくれた。ありがとう。お、10発ずつー。カモンカモンじゃないんだよ。カモンカモンじゃない。うわー、もうじわ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 削られていくわ。そう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 。その一発だけのやつを持ってきたんですよ。オッケー、1個たまたま破壊した。よく見たらあれだな、顔あるな、普通に。これあと1個破壊したら終わりか？ 3 つあるけど、今、もうあと1個しかない気がする。沈んでいく？おー、ちょ、危ない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 。普通にちょっとやっぱ人の形してんだな。あれ？あ、溶けてた。ここから出てくるー。取っ手の突破。あ、それ、あれやな。アイテムチェンジしていると。してた時にあの後ろから手が伸びてきてびっくりした。ギリギリ当たれへんかった。センキュー。よいしょっと。さあ、どっから出す？一物。一物バスター。一物バスター。一物バスター。あ、当たった。強いな、一物バスター。よし、いいね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 。いいね、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 いいね。出して。どっから出て、あ、いた。おお、あれ？なんか、割とあっさりやったな。ゆるにゅるにゅる。片腕がないけども。タナトス？タナトスって何やったっけ？コードベロリカのタナトス。コードベロニカのタナトス。バンダースナッチのこと言ってるもん。
ファーって。ソラシド？ああ、それだってもう悪いことばっかしたから。おっしゃー、終わったー。まあ40分。うん。まあでしょうねっていう感じやな。さてと、じゃあ今日はここまでですね。ここまでというか、まあ、チャプター終わったからそうなんだけど。ということでね、今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。チャンネル登録ボタンもグッドボタンもぜひよろしく。ではまた、チャオ。